豊北町神田比寿にある日本名木百選に選ばれた国指定文化財御徳寺の結び息吹を見に行った。昭和30年に国指定の文化財に指定、豊北町では土井ヶ浜遺跡と並ぶ2番目に古い文化財です。御徳寺の境内にある奇怪な枝ぶりをしている息吹、この結び息吹は根回り 3.9 メートル、根通し 2.9 メートル、巨樹ではないが枝張り 5.5 メートルのところで何本にも分かれている。その柱が竜打のように屈曲交差していて、形態学的に学術価値が高いので天然記念物に指定されていると説明看板には書いていますが、おそらく現在では縦にも横にも大きくなっている気がします。境内はきれいにされており、息吹の木肌も健康そのもの、害虫にやられている様子もありません。樹齢は400年か500年くらいと言われています。息吹の少し奥の木の根元にある板碑というものがあり、石塔婆の一種と書いてあります。ですが私には歴史的に何を残したのかは分かりません。それよりもこの木が丸い石を持ち上げながら育っているのが愉快です。よほどこの木は石が好きだったのでしょうか。それにしてもかなりの時間が経過していることを示していると感じました。一体どこまで持ち上げるんでしょう。ここに到着して一番に目についたのがお寺の山上。結び息吹よりも御徳寺の方が気になりました。建物の傷みが激しいです。軒先がすでにボロボロ、聞くとこによると住職はいないらしいです。御徳寺は1551年8月に大内義孝夫人お花の方開創と伝えられている。もともとは真言宗であったが、後に浄土宗に改宗した。ご本尊の聖観音菩薩像は大内氏伝来のもので、お花の方が念持仏としてここに将来し、追善供養の日々を送ったと言います。上空から見てみましょう。今のところ軒先だけが傷んでいるのでしょうか。トタン屋根なので周りの樹木の枝が落ちてくれば簡単に穴が開いてしまいそうです。これを食い止める術はないのでしょうか。この御徳寺の右上の広場に海上警備の船9番所があり、そこからは比寿漁港が一望できます。歴史の要素が詰まったこの場所、比寿港は北前船が経由する港ではありました。それに現在の山口市からつながる街道、比寿街道と名前がつくぐらいのメジャーな場所です。残念ながら近くに車を止める場所がありません。バイク1台ならこそっと止められます。歴史好きな方、角島入り口近くにあるので191号線を通る際にはこの隠された歴史スポットに立ち寄ってみてください。